皆さんこんにちは。今日は緑の日。鮮やかな緑がとても眩しい季節になりました。明日はいよいよ子どもの日、端午の節句です。子どもの日には鯉のぼり、柏餅、子どもたちにとっては嬉しい行事が待っています。鯉のぼり、ミュージック。